ということで全国からこの8名が出揃ったということになります。丸さん、改めて注目の選手などいかがでしょうか。そうですね、誰か1人っていうことももうなくて、本当にこの場に揃っているこの8名、本当に強豪それぞれのブロックを勝ち上がってきた選手たちになりますので、はい、そういった意味ではね、等しく全ての選手注目していきたい。さあ決勝戦戦うのはこの両名となります。お届けいたしましょう。まずはこの選手です。香川から青鳥選手、お願いいたします。さあそして青鳥と戦うこの男も紹介していきましょう。滋賀県代表、蘭五郎選手です。さあ同じポーズ見せてくれました。香川 VS 滋賀、どちらが頂点に輝くのか。日頃からいろんな方に助けていただきながら調整とかやってきたので、まあ、決勝も、まあそうですね、助けていただいた方のためにも、優勝を持って帰りたいと思います。こんなところまで来れると思ってなかったので、どうせここまで来たからには1時間以上くらいに引き伸ばしてでも勝ちたいなと思ってますさあ時間があります。いやーこれは間に合わない。もう詰みに近かったという思いから蘭五郎のガッツポーズ。ラストレジェンドソードコマンダー、伝説の剣の効果で決めた。さあ2点ダメージですが、もうどうあがいてもバーンで負けというところですね、はい、なのでここはまあ進化切って攻めても悪くないですね、はい、さあライジン並べて青鳥のターン、直接召喚デモンズグリードパラセリス、持ってくるのは鋭利な人先ブラッティスラッシュ。超過打点出まくりですねこれは。いやこれはまあもちろんね、デッキの中に打点も残っていたんで、まあ、何かしらでというのがあったんですが、まあ、例えば跳躍だとダメージが通らなかったっていうのがちょっと怖かったですよね。いや何か一つもでもね、本当に日本一だって言えるものがあるってことは本当に誇らしいことですから。すごいことですよね。何でもいいんですけど、はい、日本一というのは本当にすごいことです。さあ見守ってまいりましょう。会場の皆様もよろしくお願いします。決勝戦、滋賀県代表蘭五郎 VS 香川県代表青鳥、アーティファクトネメシス VS ケスカープショップ。この栃木の体育館に鳴り響くのはダイヤモンドマスターか、それともデウスエクスマキナか。調整してますね運命を調整してますね。これ自身の運命を、はい、さあ、ね、命を運んでくると書いて運命ですから、自身の命が決まるわけですね、はい、これ運んでくれます。青鳥いませんねまあ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 、これだけお膳立てしてもいないいないっていうさあただアーティファクトに強いカードを引きました。今後の牽制ですが、アミュレットゼロ珍しいですね。これは持ってきてる。ナイス調整、調整の結果ですかね、はい、いやランゴロー手札苦しいですよ。いやランゴローとしてはまあこの状況を良くするカードは多分ライドですよね。ライドの身長引いて、まあ、プラスカース名店なんかを引きながら決勝のカウント進めながら決勝を受けるようにどんどんゲームしないと、ちょっと今後の形勢もちろん強いんですがコストが下がらないですよね。いやそうなんですよね。今後の形勢例えばキープとかすると、はい、結構下がらないみたいなのありますね、うん、ありますね。それこそやっぱり何回も言いますけどライドの身長がないとっていうやつがいないと、あの鳥がいないと我々も彼がいないとね何もできないっていう何もできないいやー大谷これゆっくり時間使いますね。そうですね、ここの場面で、まあ、難しいところといえば、まあ、もう4ターン目にデウスエクスマキナの着地は見てるんで、どういう風に種類を増やしていこうかなというところですよね。でメカニカルドッグ置いていくともう種類はもちろん稼げるんですが、まあ、もちろん目線的にはランゴラ持ってるのかなっていうのはありますよね。さあジュエルシュレインワンドローくっつかない。いや苦しい苦しい。これで次1コストくっつかないと4牽制すらできないですかね。できないですね。苦しいですね。いやドローしたくないなという思い。
ありますね。今これパスするかどうかすら検討、フルブラストを流しておくかどうかぐらいですか。ここで前戻る操作でフルブラストを流しておくと、トップで受けたアーチマクトフォロワー、例えばララミアだったりタワンだったりジェネだったりしたときに、それをいいです、ね、はい、バーミディアで流してってできる。で確実に1種類また増える。犬を流すのがちょっと微妙ってことですよね。メカニカルバックがすでに倒れてしまうという結果があるの で、はい、でフルブラストガンナー出すことはないんじゃないかということで、バーミディアを行く前提であればフルブラを流すっていう、はい、1引いた。これはこれは間に合いました。まだあるぞ。まだ全然ありますね。おー、おー、ライジョン引いた。これ全然あるんじゃないですか。これ4牽制5クラウンで、お、一気に決まりますね。お祭りですよ。お祭り騒ぎ、お祭り騒ぎだって。お、いや、セレスティアル引いたってことはずらっと選択肢あるか。牽制でボコられるのが嫌すぎてフルブラ行くっていうのもタクとしてあるわけですよ。ある、ありですね、ありですね。ただ牽制結局取れないんですよ、ね。まあ横にね、はい、どでかいフォロワーたちが並びますから、はい、まあ、今回ばっかりはあの決勝5回行ってないんで、まあ、そんなにでかくならないかなっていう状態ですよね。そうですね、11しか、うん、まあ、11しかっていうのもあれですけど、まあ、3434みたいな、ならないんでサイズにしかならない。ただ77におそらくするでしょうから。そうですね、はい、773333になるのかな。フルブラ流しますか。はい、悩みますね。アオドリとしてはセレスティアルアーティファクト流すかフルブラ流すか。まあセレスティアルが一番、まあ、種類的には破壊されにくいか、はい、増えるかなとは思うんですが。さあフルブラ流して、さあランゴロ、これは1牽制1個はない。これはもうやっぱり本体出しを狙ってますよね。狙ってますね。さあ今後の牽制消滅していく。これを倒す手段はない。ただ行くしかないから、行く。このカード周りの運命、そして自身の運命を決めてくれるデンス・エクス・マキナ。ここから全てのアーティファクトフォロワーに力を与える。毎ターン6枚ドロー、そして全部マイナス1という破格のパフォーマンス。恐ろしいカードですよ。さあただこれが回ったからとはいえ、フルブラストはもう今失っているわけですよ。はい、ここの場面はちょっと難しいんですが、体力を詰めるという意味では盤面進化っていうのは全然ありですよね。で今後の牽制が来てくれたということで、まあ、相手目線はもちろん盤面に当たらないで体力を詰めたいんで、となるとこっちもどうしても殴り返す必要があるってことで、このターン体力詰める。でバーミディア進化すると、ライドの身長で倒れづらくはなるんですが、むしろ倒れてほしい、殴った後は盤面から消えてほしいっていう発想であれば、まあ、消滅してしまうとこのアーティファクトの破壊種類が稼げない。で現状も1体消滅されていてかなり苦しい状態ですよね。ここのどっちかがもし消滅されてしまうと進行としてはまだ2種類になってしまって良くないので、メタニカルで進化という判断です。殴り返して一番勝たないのは今後の牽制に顔を殴られることだと思うんですよね。いや、そうですね、はい、なので盤面に当たらせるということでフルブラストガンナ、ただこれはいいところに当てますね。悪くない。さあこれは盤面作っていきますか。いや、もうゴリゴリいきますよこれは。さあミュースクラウンが登場、そして牽制進化までいきたいですよね。いや、もうここは牽制進化までいって確実に相手のリーダー詰めていきたい。さあフルブラストガンナ受けてはいるが、今後も牽制の壁が高いぞ。まずは7点顔に叩き込むでしょうね。そうですね、これでこのターン11点残り9点まで追い込んでいるので、いや、これマキナが抜かれたの結構痛いんじゃないですか。いや、そうなんですよね。このライフレーズになった時にマキナがいてくれるとこっちのリザルも近づくっていう。これは詰めずに消滅させるという選択を取ったのはランゴロです。おっと、ゼロコストのメカニカルドック、これは全処理すらあり得る状況になりましたよ。いや、これは厳しい状況になりましたね、ランゴロは。さあフルブラストガンナー、まずは2点のダメージどこに飛ぶかというそのランダム性のためにサインを踏みますね。先に踏んでから、うん、心は丁寧ですね。さあララミア、これでアナライズ、メカニカルドック、これだと1点足んなくないですかね。メカニカルドック、タワンのアーティファクト壮絶で、マックスで足りますんで、そこまでいきます。これだと流れないんじゃないか。そうなんですよね。フルブラストを送った方が、おー、流れる、最高のドローですね。危なかった、危なかった。
アナライズを食べるとっていうことですね。あ、そうですね、はい。さあメカニカルドッグ、これはジェネシスアーティファクトを増やす、そして共鳴がずれますね。これ一応、まあ、ニッピーピーのフォロワーですよねの方に打つと、まあ、どっちも出せるようになって盤面全力で広がるようになるんですが、まあ、増やす先としてはどっちのがいいんだろうというところですよね。さあジェネシスを流して、そしてジェネシスを増やして混合の牽制を倒すことに成功しました。これは大きい。そしてその先にはジェネシスアーティファクト、アーティファクトインプルス、これはバンジキュース、ランゴロー止まりません。この盤面を処理することはもちろんできるでしょう。ウィンギーは、まあね、届かないですよね。そうなんです、決勝がまだ2しか進んでないんで2ですか。まあ、ここからちょっと決勝、まあ、5を達成させて追いかけるみたいなちょっと難しいかなと思うので、いやーそうですね、もうこの場面まで来たら、まあ、ライドの身長で、まあ、体力詰めて、さあこれは青鳥のターンになった。礼を言おう。さあお礼を言う。盤面から調整していく、破壊されたカード、破壊された種類を計算して6種類達成、時代を変えてくれるジェネシスアーティファクト、今年は青鳥の年になった。キャノンアーティファクト、アーティファクトインパルス、優勝香川県青鳥選手、全国制覇となりました。香川県シャドーバース部門制した、笑顔で応えてくれています。改めまして今のお気持ち素直に聞かせてください。おめでとうございます、青鳥選手。ありがとうございます。優勝おめでとうございます。嬉しいです。いや、どんなお気持ちですか？あ、そうですね、まあ、ちょっと中盤あたりすごいちょっと笑顔消えて、良くないプレーを心配してしまったんですけど、まあ、こういう結果になって非常に嬉しいです。支えてきてくれていた友達だったり仲間だっていうのために戦いたいというお話ずっとされてましたけども、今この場でその方々に伝えるとしたらどんな言葉ですか？あ、そうですね、まあ、ありがとうと一緒に、まあ、これからもお願いしますという気持ちをお持ちしたいですね。ありがとうございます。海老原さん、見てていかがですか？はい、まあ、今回の試合の流れ的には、0-2 から、まあ、見事に、ね、3-0 して逆転優勝という形になったんですが、正直追い込まれてしまった時どんな、まあ、心境でした？まあまあ、デッキ一つ目が抜けられた時点で、まあ、嫌な気持ちはしてたんですけど、まあ、デッキが強いので、まあ、勝てるだろうという気持ちではプレーしてました。いや、素晴らしいメンタルですね。信じてね、はい、ありがとうございます。どうですか、こう決勝ビショップ2本取られてちょっと怖くなったと思うんですけど、それでも決勝ビショップで行った理由っていうのはやっぱりもう信じてたっていうことが一番強かったんですかね？あ、そうですね、まあデッキが出てからまだそんなに時間が経ってなくて、うん、まあ、連動不足っていう部分もあると思うんですけど、まあ、ミラーの意識しても、あの淀みの神父っていうカードが入ってて、うん、まあ、ミラー投げても、まあ、自分が勝てるだろうという強気な意志で3本取ってやろうと思ってました。お、なるほど、いいですね。いや、いいですね、うん、ありがとうございます。さあということで、ここで香川県の優勝を持って帰りましたが、香川の方に何か一言ありますか？そうですね、まあ、香川県なんだかんだもう20年間以上生きているので、住んでいるので、まあ、まだこれからもいると思うので、これからも、楽しい香川県を、まあ、まあ、僕は何もできないかもしれないですけど、今広めてますからね、うん、そうですね、まあ、ぜひ皆さん香川県に遊びに来てください。ありがとうございます。改めましてね、本当に素晴らしい戦いでしたね。いや、素晴らしかった。 MVP のカードだけ一つ最後挙げてもらっていいですか？このカード最高でしたっていうのは何かありますか？まあ、そうですね、まあ、今環境を象徴する、まあ、運命最強です。最後よっしゃーっていうのやってましたからね、本当に運命が運んできてくれたなということでした。それでは改めまして優勝おめでとうございます。青鳥選手、ありがとうございました。いいですね、最後はあのメダルをかけていただきましょう。改めまして拍手でお願いします。おめでとうございます。いいな、メダルもらったことないですもんね。いや、もう金ですからね、ピッカピカですね。いや、1位の金メダルでございます。改めまして青鳥選手に最後に大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。